お疲れ様です。まあ塗装屋の社長なんですけど、まあ今日は足場で独立っていう話なんですけど、まあ戸建ての材料はいくらぐらいか、まあ、結局さ足場って、まあ、いつも塗装の話するんですけど、塗装よりも足場で独立ってハードルが高いと思うんですよ。それ何って言ったら材料を持たなきゃいけないでしょ。で今足場の職人、まあ、やってる子がこれ見てると思うんですけど、そのじゃあ足場で独立しようってやっぱ思うけどね、俺なんか、まあ、俺も中卒だしさあれですけど、その、まあ、俺なんか材料買えないわって思ってると思うんですけど、そうじゃないんだよね。材料は買えるっていう話じゃないんですけど、まあ、まずはさ、その例えば常用で入るとかね、独立して常用でいろんな足場屋さんに何個かにね入っていく。でちょっとお金貯まって100万150万200万ぐらいいるんかな、まあ、トラック買って、トラック持ちで手間受けみたいな感じでねやっていく。でその次はその何、まあ、材料を買う、まあ、お金しっかり貯めて、であとねそれぐらいになって在庫、まあ、トラック持ちで例えば職人 3,4 人持って2台買う、2台持ってじゃあ毎日ピストンで動くようになってってなる頃には売り上げがある程度上がってきたら銀行がお金貸してくれるよね、足場資材は。で足場資材っていうのは本当に何ちゅうの、もう10年20年使えるでしょ、うん、だから、うん、まあ足場資材買うっていうのが一番いいよね。まあ中古で買ってもいいしね最初は、まあそんでも結構かかるんですけど、でちなみにこのじゃあ足場資材ってどれぐらい金額かかるのっていうのがまあ今日タイトルだと思うんで、うん、まあそこから話そうと思うんですけど、その足場はね、まあいろんな測り方があるんであれですけど、だいたい戸建てって250か280ぐらいでしょ、改修足場ね。新築はまたちょっと違ってくると思うんですけど、俺はもうちょっと改修のことしか分からんし、まあ、足場は足場の子たちに任しとるで分からんですけど、まあ、今まで足場資材ってもう何等分だ、本当にだいぶあるだろうな、5万平米じゃ効かんじゃないよ。トラックだけで今8台9台ぐらいなのかな、うん、だから相当あると思うんですけど、戸建てで250からまあ280として、まあちょっと多めだけど100万ぐらい、じゃあ100万で足場資材を持って会社やれるかっていうとさ、足場ってかけたらまあ戸建ての改修でも3週間ぐらいは寝かせなあかんでしょ。ってことは20日分いるわけじゃん、まあ3週間したら20日でしょ、まあまあ日曜日挟むでどんだけわからんけど、20棟分はまず最低いるわけでしょ、多分最低でも300平米で100万だと20棟分っていうことは2000万いるわけでしょ。最初にねバーンって足場もういきなりもう在庫でやってこう、戸建てでやってこうと思ったらもう最低やっぱそうだよね、2、3000万いる話だよね、足場の会社作ろうと思ったら。でトラックも一気にやろうと思ったら、まあ、最低でも3000万ぐらいいるんじゃねえかなやっぱ。でまあ10棟分買うでもいいけど、10棟分かやまあ、2人の会社でも、まあ、毎日回らんよね、うん、だって10棟かけたらもう解体するの待ちだもんね。だから、うん、まあ本当に自然な流れで一番独立して成功して足場屋さんね何十億ってなってる人もいっぱいおると思うんですけど、本当に中卒社長で足場屋で大きくなってる人、俺もトビー出身だから結構知り合いおるからさ、足場のやってる子でね。だからうまくいってるんだったら、もうまずトラック持って手間受け、そこまでいけるように頑張らな、うん、まあ、そうなるともう見えてくると思うわ、本当に毎日一生懸命足場やって、まあ、女優でもいいんだ、ほんでなんちゅうの、まあ、よくもううちの会社ではそれないけど、俺がもう本当に独立して周りの人たち見てて思ったのは、従業員の人より俺は下請けで行ってるからめちゃくちゃ動くわけじゃん。でも同家さんとかもそんな選んでいいようなのね、やっぱサラリーマンだから向こうはもうそんなにやる必要ない、そんな運ばんでいいよって、そんなに俺が運んじゃったら自分たちも運ばなきゃいけないからって言ってさ、だからそういう会社って俺伸びてない。だって俺がやって1人で始めた時、まあ、2人で始めた時、3人でなって4人になってって言って元請けさんいろんなとこ行くけど、今その時からもう10億20億って俺より大きい会社だけど、まあ、まず成長してないし、まあ、衰退してる会社もあるぐらい、ね、社長が鬱陶しい会社とかいっぱいあるけど、で金だけ持っててさ何十年も前からやっててっていう会社あるけど、昔は良かったよね、そんでも。だけど全然成長してないな、見てると。まあまあ横ばいでずっとやってるけど、うん、だからせっかくね一生懸命やって一人親方になって一生懸命やったら絶対見てるから、ほんでその従業員も辞めてったりしてるわけじゃん。
でもあそこの会社と何かあった時にどっかで居酒屋で会っても「まあ何々来んだ」って言って「今元請け探あの下請け探してるから自分の今働いてる会社紹介しようか」って言ってくれるとか本当にそれあったからね。であとは俺もう本当に地元の先輩がめちゃくちゃ紹介してくれたね。もう本当に世話になったぐらい紹介してくれた、うん、だからなんあまあ、もちろんあの仕事で現場知り合った人もねすごいまあいっぱい紹介してくれたから、まあ、それもねもうそれ言わねえのかよこいつって思われたら嫌だからあれですけど本当に紹介してくれたんですけど、だけど地元の先輩なんか俺の仕事も見てないのに紹介してくれた人いっぱいおるからね。それって何ってやったらやっぱ中学校の時とかねその16、17、18ってね一緒に遊んだ時とか悪いこと一緒にしたりした時に俺がいかにね一生懸命やったっていうかまあそのねあの一緒にね遊んだりしてる時もあこいつはいいやつだなって思ってくれてやっぱ仕事見てないのに紹介してくれてるわけでしょ。仕事見て紹介してくれる人はまあ当たり前って言ったらあかんけどもちろん俺が一生懸命やってあこいつだったら紹介するに値するなって言って紹介してくれたと思うんですけど、うん、だからまああんまり話それでってもいかんけど まずは本当現場行ったらもう手足がちぎれるぐらい俺も従業員に本当に言ってた現場行ってる時ね、うん、お前ら仕事わからんのだってもうみんな未経験者でしか俺雇ってなかったからね。だってできる人なんて雇えなかったもん会社ちっちゃいなんでお前の会社なんか行かなかったって格下の会社にねそうやってバカにされてたからずっと、うん、だから未経験者がねこのもう俺ほんと社長って言われてなかったもう2年ぐらいカッチャンカッチャンって言われてたんですよ本当に29か会社ね法人化したのカッチャンカッチャンだったんだね。でも元さんもカッチャンカッチャンって今でも言ってくれる、ね、大先輩ほんとおるけど、うん、だから、うん、まあそんでいいしね別に、うん、だけどそれってやば職人さんたちがこの人が好きで一生懸命現場行って未経験者で、うん、悔しい思いしたと思うよ、うん、仕事分かんないのにさ俺もついていけないからもう5人10人とかにすぐ1年ぐらいになったからね。でまあお客さんにも行って、まあ、ちょっと未経験者だもんで、まあ、単価安くてもいいもんで上手使ってくださいってほんでやってたんだわ本当に。ならやっぱその社長は知ってるけどそこの従業員とかおるじゃん、なんだお前素人がっつってやっぱ怒られるわけじゃん。悔しい思いしたけど会社帰ってきたらさまあじゃあ辞めたいとか言わずにさ今日もこうやって言われたけど頑張ってきたよって言ってやっぱみんなが一生懸命やってくれたもんでね今があると思うんですけど、でそうやってみんなの方が言ってたらもうとにかくまあ悔しい思いするかもしれんけどもう手足がちぎれるまで動けって元請けの従業員だねってお前らに働くなっていうのはって俺ももう何回ももうそんなに働かんでくださいって従業員に言われとったもんね職人さんたちにね。だけど俺のお客は従業員じゃないからね社長さんだから、だから現場で一生懸命やれ数字に出るからさ、だから小林のとこ呼ぶと勝田君とこ呼ぶと会社数字いいわって言ったらそれはまた声かけてくれるじゃん。でそうやってお客さん作ってったよね。で、まあ、まずはそこから始めばいいと思う。でちょっとうまくいったらお金貯めてね無駄なお金使わんと そしたら従業員もついてきてくれるわ。もう自分が金使ってたら金ついてこうかもしれんけどこれ一生懸命トラック買おうと思って貯めとるでちょっと辛抱してくれってね、ちゃんと給料払わないよもちろん約束したお金はね。だけどボン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 払う必要ないもんね別に。で一生懸命金貯めてトラック持って手間受けやれるようになったらさ下請けあのね下請けで従業員よりも自分たちの現場1個持てた方がいいじゃん。トラック持っとったらできるでしょ。だからそうやってまずトラック買ってうん、まあそっからじゃね、まあ、ほんと一生懸命やらば誰でもいけるわ、まあ、また時間過ぎちゃうとかなんであれだけどまだ8分だで残された時間は3分ぐらいあるな。うんだって、まあ、まずは皆さん独立目指してやって、うん、でトラック持つために一生懸命やって、うん、金貯めて金使わんようにしてでトラック買って、うん、でまた一生懸命金貯めて、まあ、まず1等分だとちょっとね多分難しいと思うんでね多分まあ300万ぐらい貯めないんじゃない。でそうこうしとるうちに、まあ、そんだけ貯めれる企業だったら銀行も500万ぐらいはすぐ貸してくれるでさ、まあ、800万ぐらいになるとまあ10棟とは言わんけどね、まあ、それくらいのもんをまとめ買いしやその細かい部材があるでしょ。で100万円で1棟って買えないと思うんだわ。1棟分買おうと思ったら細かいやつがいるもんで。だけどその10棟分買えばその細かいやつが、まあ、例えばこういうのはあんまり使わんけどっていうのも買えるでしょ。でまあ1000万ぐらいは本当はいると思うんだけどまあ銀行が金借りてもそんなリスクじゃないで、あの足場資材みたいなすぐ売れるであんなもん、うん、もう7掛けか6掛けぐらいでは売れるから1000万分の足場買って600万で売れるんだから5年ぐらい使ったって。だからそんなもんリスクじゃない。トラックもそうじゃん、買ったって、まあ、事故ったら保険ちゃんと入っときゃそんなもんはリスクじゃないよね。
株買うとかさ、これがゼロになる可能性があるものを買うっていうのはリスクだけど、まあ、盗まれるっていうのは危険だよね、もちろん足場次第だけど、もう限りなく少ないでしょ、まあ、パチンコとかやるように比べや限りなく少ないでしょ、うん、だから、うん、だからまあ俺はそうやってやれば、うん、まあ、うん、まあ一つ一つ成功つかねば、まあよっぽどねいいと思うけどね、うん、まあそんな話です。まあ、だ足場資材は まず100万ぐらいは考えておいてくださいってことね、足場資材。はい、また見てねー。